これから夕飯なんですが、虫がすごいの。まあそりゃそうですよね、山の中ですから。まあ綺麗っちゃ綺麗なんですけどね。というわけでお疲れ様です。これセブンイレブンのコーヒーのアイスコーヒーのカップで作りました。Inside my palm, play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted. You've been gifted with the evil. ヒメマスは食べても美味しい魚なんですが、今回は中途半端な数だったのでリリースすることにします。
君もだ。歯が鋭いんですよね。取れない。よいしょ。3つ。君もリリース。戻っちきつつ。元気に泳いでいきました。どうもこんにちは。本日は2024年10月1日十和田港のヒメマス釣り解禁ということで来たんですが、やっぱ自然が広大雄大すごいですね。でたった今釣り終わったとこなんですが、結構ね疲れちゃって、昨日何時寝たのかな、早め寝たんですよ。9時ぐらいかだけど、9時ぐらい寝ることなんて普段ないんで、12時前に1回起きて1時過ぎに起きて全然寝れないんですよね。で2時ぐらいにまた目覚めて、でまた眠ってみたいな感じで、結局3時ぐらいに準備して、でまあ狙ってたポイントに入って、まあ5時半まで待ってた感じですね。ちょっと疲れちゃったんでね、一回仮眠してからもう一回レポートします。あの後本当は現場で状況説明したかったんですが、ご飯食べてね少し観光して帰ってきちゃいました。お疲れ様です。で結局釣果の方はオスが2匹のメスが1匹の合計3匹でした。去年2023年は1回の釣果でしたが、釣ることできなかったんでね、その前の前々回のように20匹コンプリートはできませんでしたが、まあありがたくリベンジできました。私ここでの釣り方2種類あるんですが、1つ目は、まあ、近場でねヘビーシンキングを使ってのミノイング、だいたい見てるとあ失礼しました、だいたい見てるとアクション止めた時のフォールでヒットしてる感じです。で2つ目の釣り方がスプーンでの遠投、まあ着底させてしゃくってフォール、しゃくってフォールみたいな感じで、釣るんですが、私が使ってるのは細身のプルーラっていうルアーです。これメタルジグでも良いかもしれませんね。普通のスプーンでもまあいいとは思うんですが、場所によっては深いんでね、着底まで1分近くかかる場合があります。細身のものだと、まあ、プルーラこれですね、細身のものだと、まあ、早く着底できますんで、まあ、遠投の場合は非常に便利です。まあ、こういったものとかね、あとこれもプルーラーなんですけど、こっちは 5g かな、こっちは 8g、 8g、 まあちょっと強いロッドも持っていった時には、まあ、12g とか使ってもいいですよね。私のこのまあちょっとこれ管理釣り用のロッドなんですが、これはパワーないんで、まあやっても 8g までって感じですね。あとこうやってね、これもこれは普通に渓流で使ってるやつですけど、これもプルーラですだったかな、違ったかな、そうだな、はい。ヘビーシンキングはねこれですね、Dコンタクト、このこれはね、でこれはなんか似てるやつ、なんかアマゾンで安いやつ、こっち D コンタクト、ね、このねスローシンキングで、まあ、使ってる場所が合わないのかもしれないんだけど、一回も釣ったことないんですよね。最初これから始めたんですけどね、
これでダメで、でこっち使ってみたら食ってきたっていうのが初めて釣った感じですね。ワイナイでしたね、桟橋のところで。それ以来これ使ってます。で今回の3匹のヒットは全てミノーでした。でヒメマスの接岸状況は、まあ、今年はあの水温が低い関係で去年よりはいいみたいですね。まあ、まあ今時期に入ってきてるってことですね。前日も20匹近く、その前の日は200匹近く孵化場に入ってきてるって漁協のねおじさんがおっしゃってました。あと駐車場で話した方からの情報によりますと、すでに孵化場の方に、500匹ぐらいはねもう入って確保できてるみたいで、2年後はねいいかもよとおっしゃってたようです。その方女性の方なんですが、まあ、駐車場で会った方ね、同じく3、4匹は釣られたそうです。多分ルアーだと思います。私の右隣で釣ってた2人組のルアーマンの方も、まあ、それぐらいは釣ってたと思いますし、去年よりはいいんじゃないかなって感じています。ちなみに私の左側で釣ってたフライマンの方は以前何度かね現場で話したことがある方で、まあその時は怒られたんですけどね、すごく上手に釣ってて多分20匹コンプリートしてたんじゃないですかね。おめでとうございます。あと注意なんですが、ホームページにも掲載してあります、金木森っていうんですかね、そこから一夜島の区間を10月1日から10月10日までの間禁漁区間にしてるということでした。10月11日以降は解除になるようです。あとヒメマス釣りの遊漁券の価格、岸釣りが今まで1000円だったんですが、今年行ったらね1200円に値上がりしてましたのでご注意ください。船釣りはね2400円ということでした。今回は解禁日ソロ釣行だったんですが、おかげさまで天候にも恵まれてね大自然満喫できて本当最高でした。今回は釣りをね少し早めに切り上げて、初めて奥入瀬渓流というね綺麗なところ行ってみたんで、最後はその時の映像でお別れしたいと思います。というわけでまた後ほど、さようなら。